失礼します。それではお時間になりましたので記者会見を始めたいと思います。本日は大変お忙しい中、明神智和選手引退記者会見にお越しいただき誠にありがとうございます。また日頃より当クラブの報道に対し格別のご後輩を賜り、心より感謝申し上げます。まず最初に明神智和選手より皆様に一言ご挨拶申し上げます。明神選手、よろしくお願いいたします。本日は、お忙しい中、また遠くから、私個人のために集まりいただきまして本当にありがとうございます。私は、今シーズンで現役を引退することを決意いたしました。この場を借りて今までお世話になった、柏レイソル、ガンバ大阪、名古屋グランパス、そして AC 長野パルセイロ、関係者のすべての皆様に、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。本日は、時間の許す限りお話ができたらと思っています。よろしくお願いします。はい、先生ありがとうございました。それでは代表質問に入ります。代表質問は ABN 長野朝日放送稲垣様です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。朝日放送の稲垣と申します。まずはパルセイロでの3年間、そして24年間の選手生活、本当にお疲れ様でした。私からは3つ質問させていただきます。まずはじめに、来シーズンも選手契約のお話があったそうですが、今シーズンでの引退を決めた一番の理由、これは何でしょうか。短く言いますと、体力の限界、それが一番です。僕がプロになって、プロになるときですね、柏レイソルのユースの時のコーチに言われた言葉がありまして、プロというのは、お金をもらって、する仕事だと。だから見に来てくれる人にお金をもらってるので、それを対するものを見せなきゃいけないと。それをそのコーチに言われまして、それをずっと僕の中では、大事に思ってきてまして、それを考えた時に来シーズン1年間、自分自身がプロとして、1年間戦えるのかと、練習もできるのかと、考えた時に、ああもうそろそろ限界だなと、そう思ったので、決断しました。24年間の中で、このパルセイロでは3年間、はい、この3年間を振り返っていただいて、ご自身で考えるチームに対して貢献できた部分、一方で、心残りな部分もあれば、その2点教えていただきたいです。そうですね、貢献できた部分っていうのは、自分では正直わからないですね。リリースでも、ちょっと言わせていただきましたけれども、僕自身パルセイロに来てチームを J2 に上げると、そのことだけを考えて1年1年プレーしてきましたので、それが、もうその目標が達成できてないっていうことの、そういう意味でのこう申し訳なさとか、そういう気持ちが非常に強いですね。で、自分が何が貢献できたのかっていうのは、今の僕にはまだこう
わからないですし、まあ自分の姿勢とかこうそういうプロとしての態度とかそういうところをもし、若い選手が感じ取ってくれてたらいいなとは思いますけれども。では最後に、J2 に上げるという今お言葉がありましたが、まあ、これから J2 昇格を目指して選手そしてサポーター戦っていくと思うんですが、はい、そのパルセイロの選手サポーターに伝えたい思いをお願いします。そうですね、選手に関しては、まあ、今年1年間もそうですし、ここでやった3年間一緒に戦った選手には本当に感謝の気持ちですね。で、来シーズン長野パルセイロでプレーする選手には、まあ、プロですから、しっかり勝敗にこだわって J2 昇格という目標に向かって、頑張ってほしいなと、その気持ちでいっぱいです。で、ファンサポーターの方には本当にこうどんな時もこうこのチームを応援してもらって、それが本当に非常に選手にとって力になってますので、今のままでいてほしいなという思いでいっぱいですね。はい、私からは以上です。ありがとうございます。稲垣様ありがとうございました。それでは質疑応答に入ります。ご質問のある方は挙手にて会社名とお名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。スタッフがマイクをお渡しいたしますので、よろしくお願いいたします。どなたか、質問のある方いらっしゃいますでしょうか。それでは一番前お願いします。共同通信の森江と申します。はい、2002年の日韓ワールドカップにも出場されていると思うんですけれども、その当時はどういう思いで出場されたのを試合に臨まれていたのか、はい、そして今振り返ってどう思われているのかということを教えてください。はい、2002年の時はですね、僕、24歳だったんですけれども、まあ、正直こう自分のことで精一杯というか、周りを見れてないと言いますか、とにかくチームのために自分の力を出す、それだけを考えてプレーしてました。なので、まあ、日本で初めてやったワールドカップなので、こう日本中が盛り上がってるっていうのはもちろんテレビでも見てましたし、ただあの1ヶ月間っていうのはあまり記憶にないというか、それぐらい興奮状態といいますか、当時はそういう状態でした。まあ、でも今振り返ると、まあ、本当に自分の国でワールドカップがあって、その国の代表として、日本代表のユニフォームを着てましてプレーできたっていうのは、今振り返ると非常に嬉しいことだし、名誉なことだし、いい思い出といいますか、素晴らしい経験をさせてもらったなと思ってます。はい、その方、じゃあ一番前にお願いします。スポーツニッポンの中澤です。お疲れ様でした。まずはこのサッカー人生でと、あと長野に来てからそれぞれの一番の思い出というのが何かあれば教えていただけますでしょうか。まあ、そういう質問があるんじゃないかなと思っていろいろ考えてたんですけれども、なかなかこう一つに絞るというのはすごい難しくて、ただサッカー人生において自分にとって何が大きかったなかと考えると、プロになれたこと、
それがあったからこその今だと思いますし、うん、柏レイソルのユースから、トップに上がって、プロになれたことっていうのがサッカー人生において本当に大きなことだったなと思います、長野に来てからはですね、まあ先ほども言わせていただきましたけど、まあ、昇格をずっと目指してやってきたので、それが達成できずに悔しいとか申し訳ないとかそういう気持ちの方が正直強いですね。ただここに来てこういう地域の方々と、まあ、ファンサポーターの方と、まあ、非常に距離が近いので直に接して、言葉を交わして、まあ、そういう温かい中でプレーできたことが長野に来て一番良かったなと思ってます。もう一点だけお伺いしたいんですけど、第2第3の明治選手育成してほしいなっていう期待もあると思うんですけど、はい、今後、まあ、どのような道に進められるのか、はい、まあ、おっしゃっていただく感じで知っていただけますか。そうですね、まだ何も、次の道は決まってないんですけれども、僕としては指導者を、将来監督を目指して、やっていきたいと思っています。第2の明神は第3の明神は、ね、すぐ出てくると思います、はい、ありがとうございました。はい。後ろの方。はい。品前西郎です。お疲れ様でした。さっきの質問とちょっとかぶっちゃうかもしれないんですけれども、こう24年間のサッカー人生の中でこうも印象に残っている試合を挙げるとしたら、はい。まあさっきの答えと被るかもしれないですけれども、プロになって、初めて出たデビュー戦が、一番印象に残ってます。その他にもこういっぱいあるんですけれども、試合どれが自分にとって一番大きくてどれが一番覚えてるかと言われると、その96年ですかね、96年レイソルでデビューした開幕戦ですね。高校の頃から全くの無名で、プロに上がって他の周りの先輩方含めて誰だこいつはっていうぐらいの選手だったんですけれども、まあ、その当時ブラジル人のニカノール監督で、まあ、そういったなんていうんですかね、知名度とか年齢とかそういうものを全くこう気にせずというか、ユースから上がってきた何も知らないような僕をこう開幕戦で使ってくれたので、その試合が一番思い出に残ってます。すいません、それともう一つ、はい、まあ、難しい質問になるかもしれないですけど、こう明治選手にとって改めてサッカーって何ですか。サッカーですか。まあ、大好きなものですね。それはもう、間違いないですね。24年間、サッカーやりましたけど、嫌いになったことは一回もないですし、やめたいと思ったことも一回もないですし、大好きなものであり、もちろんそれと同時に仕事、プロとしての仕事、その2つですかね。はい、その他ご質問、あ、じゃあその後ろの方あります。お願いします。テレビ編集
生の佐々木と申します。先ほど今後は、指導者監督になりたいという話がありましたけれども、どのような監督なのか、目標にする人ですとか、どういうスタンスというのはありますでしょうか。今は全くないです。指導者というのは、全く選手と別のものだと思っていますし、今まではこう選手でやってきて、選手の目でコーチや監督を見てましたけども、コーチや監督、それ、指導者の立場になれば全く違うものっていうのは分かっているので、自分自身がこれから一から勉強して、なんかそう勉強していく中で、そういうものをしっかりと身につけていきたいなと、そういうふうに思っています。ありがとうございます。はい、その前の方よろしくお願いします。栗浦高村です。元気生活お疲れ様でした。先ほど無名なところからプロになられたっていう話がありましたけれども、今これ J3 までステージがある中でたくさんの J リーガーがいますが、その誰もが長いキャリアを築けるわけではないと、ご自身そのここまでのキャリアを支えたものだとか原動力になったようなものがあれば教えてください。気持ちの部分では、上手くなりたい、勝ちたい、負けたくない、それに尽きると思います。それがこうずっと持つことができて、そういう気持ちをずっと持つことができたので、ここまでできたと思います。体の部分では、これはもう、僕自身24年間本当に大きな怪我をせずにここまで来れたので、丈夫な体に産んでもらえた、産んでくれた、両親のおかげだと思います。その他ご質問ございますでしょうか。はい、後ろの方お願いします。長野放送の重森と申します。今日までお疲れ様でした。3年間プレーをしてきたこのパルセイロというチーム、着てきたオレンジのユニフォーム、明神選手にとってはどんなものだったんでしょうか。非常に重みのあるユニフォームといいますか、このユニフォームを着て戦うんだと、このエンブレムのために戦うんだと、その思いでずっと、やってこれましたし、そうですね、そういう気持ちなんですけどね、はい。本当にこのユニフォームを最後ね、オレンジのユニフォームを着て引退できたことは、とても嬉しく思ってます。ありがとうございます。その他ございませんでしょうか。はい、真ん中の方お願いいたします。 NHK の福島です。お疲れ様でした。ちょっと質問かぶっちゃう部分あると思うんですけれども、長野に来て、悔しい思いが強かったとおっしゃってましたけれども、長野でプレーして良かったなって思えることですとか、はい、あとは地域やサポーターと関わる中で思い出深いことありましたらお教えいただけますでしょうか。良かったことはですね、もちろん悔しいだけじゃなくていっぱいあるんですけれども、本当にこの長野 U スタジアムっていうね、本当に立派なスタジアムで、プレーできたこと、そしてたくさんのサポーターの前で、プレーできたこと、それは非常に嬉しかったです。地域の方々との触れ合いという部分では、もちろんファン、サポーターの方とね、触れ合う機会は非常に多かったので、そういうのも嬉しかったですし、
練習終わりに差し入れでリンゴをもらったりシャインマスカットもらったり、なんなら山菜もらったり、そういうなんかこう温かい感じ、家の近所の方にもいっぱい、野菜果物もらいましたし、そういうのが非常になんか温かくて嬉しかったなと思ってます。はい、その他ご質問ございますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは、最後花束贈呈と写真撮影をさせていただきます。花束の贈呈は AC 長野学生6学を代表し代表取締役会長兼社長堀江光里よりお渡しさせていただきます。少々お待ちください。はい、椅子引きます。カメラのご準備よろしいでしょうか。はい、以上で、記者会見を終了させていただきます。皆様も明神選手温かい拍手をよろしくお願い申し上げます。